w 六十一 p はパナソニックモバイルコミュニケーションズが日本国内向けに開発した au ブランドを展開する KDDI および沖縄セルラー電話の CDMA1XWIN 対応携帯電話である。W51P 五や w 五十二 p の女性ユーザー向けから一転し、本端末では主に男性ユーザーを対象にし、au のパナソニック製では初めてのワンセグ対応で、 奥行きの左薄部が1 2 9ミリの薄型設計となっておりワンセグ用アンテナは端末本体に内蔵される。ただしモバイルピークスプロセッサーを搭載していないため、ビエラ形態の相性名はない。またパナソニック製でおなじみのアンプシューオープンボタンは、この機種にも引き継がれている。なお薄型化や開発コストを軽減する理由で、内蔵スピーカーはステレオスピーカーではなく、 モノラルスピーカーを採用している。さらにカメラも全にモデル同様パンフォーカス仕様になっている。なお au のパナソニック製では初めて新 800MHz 帯に対応している。ほか、ありがとうございます。